よし、拠点タワーの制作に取り掛かろう。前回から90日、2週間ぐらいかけてこの辺のツールを揃えました。拠点建てる場所は下見してきたんで、早速行ってみましょう。ここですよ、この大草原。ここにね、拠点タワーを建築していきたいと思います。広さはこの大きさ、31ブロックの正方形でいきます。この上に高さ6マスで、壁を張っていきます。これで壁完成。じゃあ多少飾り付けをしていきます。よし、この装飾を4面やっていきます。ここが正面玄関ですね。よーし、こんな感じで1階の外壁はこんなもんかな。じゃあ床張っていこうかな。ちょっと足りないんで、ダークオーク伐採していきます。でまだね、資材もそんなに揃ってないんで、1階部分は手頃な序盤で手に入るような建材を使って建てていきたいと思います。でさっきからタワータワー言ってますけど、この拠点上にどんどん伸ばしていこうと思ってます。どんどん上に伸ばしていって、最終的には256ブロック上にエンドロッドでも突き刺してやろうかなと思ってます。心配なのは、いろいろ読み込みすぎて重たくなるかなっていうのと、あとは建築中の落下死ですね。落下した瞬間この実況終わっちゃうんで、十分気をつけて作業したいと思います。よーし、これで床材は足りるはず。張っていこう。よし、晴れた。よし、続いてレンガで屋根の縁取りを入れていきます。で1個内側はハーフブロックで埋めていきます。よし、縁取り完成。ここにランタンを仕込んでいきます。よーし、ちょっとごつくなってきた。で内装は雪ブロックを使いたいんで、ちょうどいい雪山があるんでね、雪取りに行きましょう。召喚、さあ雪玉製造機よ。よーし、こんだけあれば壁と天井とやっていけるでしょう。そして雪玉に苦戦している間に、104日目になりました。無事100日生存達成です。頑張って生きていこう。よし、じゃあ内装作っていこうかな。
先に分かりやすいように間取りをしていきます。この白樺は後で葉履きになる予定ですね。大体の間取りはこんな感じになります。ここは2階に上る階段予定です。じゃあこの葉履きのとこに壁として雪ブロックを積んでいきましょう。はい、こんな感じ。これに階段とドアをつけて、よし、こんな感じ。これでもう天井を塞いじゃいます。よし、これで天井が張れました。だいぶ家っぽくなってきたな。これで、天井に、照明を仕込んでいきます。シーランタンが欲しいとこですけど、まだ海底神殿行ってないんでね、ひとまずランタンで我慢しましょう。よし、照明もつきました。ちょっと暗い気もするけど、まあ湧いたらやるだけや。よし、内装ができたんでちょっと紹介したいと思います。まずは廊下と、基本上に伸ばしていくんですけど、横にね伸ばしたくなった時にこっから渡り廊下を作って横に伸ばしていくと。よし、次ここ自動石焼き器と。こんなにいらんけどね、石焼いたりするの好きなんでね、いっぱい作りました。そして、メインエントランス、ここは特に何も置いてない。次ここ、ここは後々シルクタッチでブランチマイニングをした時に鉱石割り割り状ですね、ここでこうカチ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 と幸運で割っていくと。はい、次で向かいがコンクリート濡らし器、ここでパウダーをコンクリートに変えていくと。ここもマウス押しっぱなしでって感じで。次ここはまだネザー要塞行ってないんであれですけど、醸造室になります。ちょっと狭いかな、一応水だけ張っときました。で次、ここはね階段下は、おい、マジかよ、このマジビビったマジビビった。階段下はなんだっけ、ブランチマイニング場を次回かその次かに作ろうと思います。新しくね行動。こっち側はネザーゲートを新しく開いてネザーでも探検したいと思います。で最後自室、まずベッドとウィザーで、ここは荷物仮置き場といいますか、なんやかんや置けるとこですね。で次回この2階に倉庫を作るんですけど、まあここのがこんなのとかいっぱいになったら倉庫に持っていくと。で石とかはもうラージチェストなんかすぐいっぱいになるんで、この辺は専用の保管庫を作ってあげたりしたいと思います。これは拠点とは別に作ろうかな。でエンチャントルームと、ちょっとね黒曜石と革不足で、まあ、そのうち置いておきます。んでここはね周辺の地図をここにこう飾っていきたいと思います。これも革不足につき、次回行こうということで、最後2回行こうかな。真っ白、次回はここにでっかい倉庫を建てたいと思います。倉庫ができればね、だいぶ生活に余裕ができるんじゃないかと思います。このね裏手にグランドキャニオンがいい感じやわ。表は広がる高原と、いいマップだ。